つてのアリックス・アーンは草木も生えない痩せた土地でした。一握りの麦のためにどれほどの命が失われたことか。飢えとは悲しみ、簡単に人を傷つける理由になります。お腹を満たすことは心を満たすことと同じ。決して、どんな味なのかな、食べてみたいな、だけではないのです。姫様、よだれ。すみません、つい熱くなってしまいました。さあみんな、もう一仕事ですよ。城から食べ物を持ってきてください。民たちの不安を少しでも癒すのです。先生、私は愛する国民の食卓に安心と安全のドラテキを届けたい。改めてお願いいたします。どうか私にトリューの術をお授けください。やったぞ私。はあ、リリアティ、最高の誉れ、日記に残さないと。ドラテキパーティー、とっても楽しみですね。